息を呑むラウールの美しさ。前髪を上げてジャケットをなびかせる衣装ショット公開。勇ましい表情にも注目。スノーマンのメンバーラウールが自身のインスタグラムにて、新曲、エンパイア、メガボルトでの衣装ショットを公開した。スノーマン史上最速での再生数を記録中。新曲、エンパイア、新曲、エンパイアは、10月30日発売のスノーマン4枚目のオリジナルアルバムレース、リード曲。ミュージックビデオ公開後25時間で1000万再生を記録、10日後には3000万回再生を突破するという彼らの勢いを証明するかのようなグループ史上最速での再生数を叩き出している。そんな注目曲、エンパイアのメガボルトにて着用していた衣装のうち、2種類のコーディネートを投稿したラウール。1ポーズ目はがっしりとした肩ラインで勇ましさを感じさせる黒ジャケットに胸元まで大胆にカットされた U ネックのシースルーインナー、そしてストライプのパンツと茶色のブーツのコーディネートを披露。かっちりとした衣装に合わせ、前髪を上げて凛々しさを際立たせている。